こんにちは、ゆるです。今日はですね、10月の4日なんですけども、ものすごい寒くなりましたね。なんだろう、雨上がりで、なんか朝風が強いからかめちゃめちゃ寒いんですけども、半袖大失敗ということで、大失敗なのか、コメント読んでいこうと思います。じゃあですね、おすすめのグリップ、それぞれのメリット、デメリットっていう動画のコメントを読んでいきます。MRさんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。打球時の逆への字についてさらに理解が深まりました。打球時の三角形でも意識としては打球時もこの字のイメージ、なるほどと思いました。テイクバック、確かに台形でいいですね。細かい指摘ですいません。同じような内容でも少しずつ強調する点を変えつつ解説していただけるので、だんだんと理解が深まってきているなと思います。引き続き頑張りますので、まずですね、逆への字と打球時の逆への字の意識として必要なのが、尺骨、手首 この小指側に折れる この動きをなるべくさせたくない。これをして肘が曲がるとか手首痛めるっていうパターンがよくあるので、尺骨に入れないようですね。尺骨入れてないイコール逆への字側になるっていうのが、のと、打球時三角形か。これ打球時って左手残すから、胴体と両腕で三角形のイメージはどうですかってことだったんですけども、三角形のイメージでもいいんだけど、腕が下がりすぎる方が結構多いので、どちらかというと、こう見ると三角形っぽいけどこの字を意識して打球できるといいよねっていうのと、またあれですね、この台形テイクバックは左の腕、胴体右上腕、右前腕ラケットで台形になるので、意識できると思います。まあですね、いろんな角度からやっぱり見ることによって、確かにそういう風な意識でやったことなかったなみたいな、そういう新しい見え方がすると思うんで、ぜひ参考にしていただけたらと思います。じゃあですね、完全版フォアハンド矯正法、この1本でできるという動画のコメントを読んでいきます。秋太郎さんからコメントをいただきました。いつもありがとうございます。素振りをしながら、動画で復習させてもらいました。なんとか、進歩してたらいいなと思いつつ、基本忘れずに頑張りたいですというコメントをいただきました。秋太郎さんね、11月お会いするので、ぜひね、ちょっと、もう言うことないですねみたいな感じで、4時間みっちりしっかり鍛えていけるように頑張っていきましょう。まずはこの動画を見て、そうですね、秋太郎さんの今の、いろいろある癖を外していけるかなみたいな、そんな意識で頑張っていただければと思います。ちょっとね、画面ちょっと明るいな、もうちょっとこれぐらいか。はい、じゃあですね、原野さんからのコメントを読んでいきます。動画編集ありがとうございます、感謝します。腕の回し方で4つのパターンがあるなんて、なるほどと思いましたね。ただし打ち方次第で肘の怪我には注意やなと再確認しましたということで、そう、腕の回し方は、上腕を回して打球するパターン、前腕を回して打球するパターン、上に振り抜くパターン、あとはあれか、上腕を外に回して打球、外に回して内に回して打球っていらっしゃる。で、やっぱね、パターン1、上腕外回し打球と、パターン2、外回し内回し打球っていう、そっちをやっぱメインに最初はしてほしい。それを最初にしてくれれば肘の怪我も防げるし、安定しやすいので、原野さんはまず上腕だけでいいんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じで、ちゃんしろさんからのコメントでいきます。いつもためになるご指導ありがとうございます。今回のフォアハンド完全版で今までの振り返りがしっかりできます。練習の励みになります。内容濃いですね。何度も見返して八尋コーチのセリフまで覚えるくらい見ます。ありがとうございました。はい、セリフは、ね、覚えなくてもいいんですけども、大事なところをピックアップしてしっかり記憶に残せるように、で、練習、自分で練習するときに、この練習法あったよねとか思いながらやってみるといいんじゃないかなと思います。じゃあですね、今の技術に勝つための戦術も組み合わせるべしっていう動画のコメントを読んでいきます。 XYZ さんからのコメントで、コメント読みありがとうございます。何回か失敗することが後の成功につながるんですね。フォームや他人の目を気にせず、挑戦しますということで、そうですね、やっぱね、たくさん失敗しないことには
成功にはいけないんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、もちろん、なんか無駄な時間過ごしたくないなっていう気持ちはあると思うので、失敗したくないよ、もう絶対完璧な、こう、完璧な道を通ります、通りたいですって思う方もいると思うんですよ。まあ、いると思うので、そういう方は、テニスできるときはテニスして、できないときは動画を見てっていうのは、やっぱり一番最強じゃないかなと思うので、ぜひね、どんどんチャレンジしていただければと思います。チャレンジをしないことが一番の失敗ってやつ。じゃあ、そんな感じで、ホア、壁打ちで基本を見るっていう動画のコメントで、ノブさんからコメントいただきました。いつもお世話になります。各ポイントが分かりやすく、素晴らしいです。自分はパソコンで八尋コーチの動画を見ながら重要だと思った言葉をワードに書き留めていますが、字幕があるのでさらに分かりやすくなりました。ありがとうございます。ということで、いいですね。僕もよくワードに僕の好きな人を、好きな人っていうか、その YouTube のこの メンターというか、まあ、いろんな方いるんですけど、そういう方のあこれいいなっていうやつをもう書き留めてましたね。余談ですが、ポリを22ポンドで貼っていると言われていましたが、どれぐらいで切れるのでしょうか。あと打球感など教えていただけると幸いです。ストリングマシンが届いてウルトラ2を貼っていました。お、ウルトラ2ってあれですよね。薄くてちっちゃいやつですよね。22ポンド、まあ貼ってみると、ウルトラ2とかだったら特に、ウルトラ2ってあれですよね。昔のラケットですよね。あ、違うかな。今のウルトラですかね。どっちだろう。とりあえず、プロスタッフの 6.0 のような薄くてちっちゃいのに22ポンドで貼ると、ああ、もう一緒か。このラケット、今日97ですけど、97でも22ポンドで貼ると、まず打感がものすごい柔らかくなります。柔らかくなって、反発がなくなるので、瞬間的にバンってこう飛ぶような、初速が速い感じにならなくなります。そちら初速遅くなるような感じです。遅くなるんですけど、ボーリングみたいに、ブワーってずーっと伸びていくんですよね。だけど、だからといってぶっ飛びすぎる感じがないですよね。例えばその50ポンドから45ポンドとかに変えると、ボールが柔らかくなった分飛ぶような感覚になると思うんですけど、逆に22ポンドって柔らかすぎてラクロスみたいな感じで引っかかるような感じで飛ばなくなるので、めちゃくちゃおすすめです。打感は気持ちいいし、ボールが飛ばないから収まるし、そうね、良くないとこがあるとしたらスピードは出づらいって感じ。スピードは出づらいんだけど、僕はスピードを求めてないので別にいいかみたいな、そんな感じです。ただですね、一応言うと、このプロサフ97の場合はなんかいろいろものすごいこう58ポンドとかで貼ったこともあるし、逆に25ポンドとかで貼ったことあるんですけど、なんだかんだこれがいいかなと思ってたら、これは43、40ぐらい、縦43ポンド横40ポンドぐらいが、この97はいいんですよね。で、プロスタッフ 6.0 はやっぱりいろいろ試したけど、結局25ポンド、縦25ポンド、横22ポンドが打ちやすかったので、まあまあいろいろ試してみるといいと思います。まあでもこれで22ポンド打てるっちゃ打てる、全然打てるので、まあ一度やってみて、あ、こんな感じなんだっていうのを知った方が面白いんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで参考にしていただければ。じゃあ、高いロボを、簡単じゃない。楽に返す方法はないのっていう動画のコメントで、青城さんからコメントをいただきました。バスケ姿もかっこいいよ。両チームみたいだよ。はい、あります。宮城亮太かっこいいそうな。チビこそ、あ、違う違う違う。ドリブルこそチビの生きる道なんだよ、みたいな。あれいいですよね。あのセリフはもう心に刺さります。はい、まあバスケね、面白いですよね。まあ子供たちがやってる分、僕もね、上級生の男の子たちやりますけども、なんか大人とやってみたいなっていう気持ちが今あります。まあそんな感じで、今日も一日頑張ります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く、効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。
ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などもお伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。